はい、こんにちは。今回は第34回になります。それでは早速いきます。ちょっと待ってくださいね。これ鉛筆の色を今日は赤にしましょうか。 Since January 1943 at the top secret base P an island in Hiroshima Bay just south of Kure, the Navy had been experimenting with the use of human torpedoes projectile which could be launched from a mother craft and steered by volunteers toward enemy ship。1943年の1月以来ですね、トップシークレット極秘の、まあ、P 基地というところで、これはどこにあるかというと、ジャスサウスクレ、クレ市のすぐ南の方にある広島湾の小さい、まあ、一つの島ですね。そこで、何をやってるかというと、ネイビーが、まあ、エクスペリメントウィズだから実験してるわけですね。Human torpedoes、 これは先週昨日前回やった人間魚雷回転の使用の実験をしていると。その Human torpedoes の説明がこれ同格のコマですから、プロジェクターというのは投射物、まあこの場合は、この Human torpedoes を指してますけども、 Could be launched from a mother craft、 だから母船から発射される、まあ、発射体と、プロジェクター。まあ、だからこれ、まあ、普通母船ということはこの場合は魚雷なので、人間魚雷なので、まあ、潜水艦から発射されるということですね。このプロジェクタイルという単語なんですけども、まあ、投射物とか発射体という意味がついてますけど、例えばサッカーの試合なんかで物を投げたら、それも、ね、本当に物を投げたらダメですけどね、ピッチに、それもプロジェクタイルになりますよね。で、ちょっと戻りますけど、steered by、 steer ってのはこの操縦するというんですね。ちょっと待ってね、ちょっとこうもうちょっとちゃんと書きましょうか。steered by volunteers toward an enemy ship、 だから敵の船に向かけて、まあ、ボランティア志願兵によって steer ってのはこう、まあ、操縦される、そういうプロジェクト、投射物であると、発射体であると、人間魚雷っていうのはね。 the Navy hopedthat の省略ですね。These weapons would offset the increasing losses that の省略 they were experiencing and help halt the American advance on Japan。 で、海軍が希望してたのは、望んでたのは、これらの武器、すなわち人間魚雷が、ロスですね、関係ダメージの that の省略ですね。海軍が経験しているますます増えていく損失をオフセット、相殺するとだろうと希望したと。要するに、まあ、日本の海軍の船がことごとく米軍の、まあ、これは飛ぶ、当然これ飛行機ですよね、まあ、爆撃とか、その戦闘機なんかの、標的になって沈没させられているわけですね。And、その次のヘルプもウッドにつながってますけども、Help hold American advance on Japan。 アメリカ軍が日本へ侵攻するのを hold、まあ、止めるのを助けるだろうということを希望してた。Hashimoto's submarine had been chosen to be one of the flag carriers for Operation Kaiten。 で、Hashimoto っていうのは前回ありましたけども、これはあのね、潜水艦、楠木正成 の、 あの旗を上げた人ですけどね、この艦長の、潜水艦が選ばれたんですね。 Flag carrier っていうのは、まあ、機関船ということですね。一番重要な、まあ、船って言うんですけど、この場合は、潜水艦の一つに選ばれたと。で、作戦名が、回転作戦というね、オペレーション回転っていう、もうそのままですけども、その機関船の一つに選ばれた。To accommodate the weapons, workmen had removed the housing for the reconnaissance plane、 that の省略ですね。Submarine sometimes carried its catapult and its deck gun。 で、この The Weapons っていうのは、まあ、当然この場合は回転のことですよね、人間魚雷のことですよ。それを収容するために、まあ、作業員がハウジングって書いてますけど、収納する場所ですね、それをリムーブ取り除いたんですけども、 Reconnaissance Plane っていうのはこれは、偵察機ですね。潜水艦っていうのは、あの偵察機を、あの普通は収容、まあ、持ってるわけですね。だからこう、まあ、海中の時は飛ばせませんけども、海面に上がった時に偵察機を飛ばす小型ですけどね、
そういうその収納をの場所を取り除いたんですね。でその偵察機の説明が Submarine Sometimes Carried ですね、潜水艦が時々搭載してた、偵察機、それからあのキャタパルトっていうのが、まあ、潜水艦が持ってるキャタパルトとか、あとはデックガンって書いてますけど、これはあのあれですね、あのデッキに銃があるわけですね。もう当然これは潜水してる時は使いませんけど、浮上した時に、飛行機とかね撃つことができるという、そういうデッキに、ガンがあるわけですけども、銃が、機銃がね、それを、全部取り除いたんですね。はい、ですから余計なものはもうデッキに何もないと。で That made room on the boat's deck for six kaiden。 そのことによってルームはこれ監視がついてないですから、この前のルームはあの空間スペースの意味ですね。R がついてる時は部屋ですけどね、監視が全然ついてない時はこれは空間という意味ですから、スペースを作ったと。 On the deck's deck, on the boat's deck だから、まあ当然 the boat's deck、 この場合は潜水艦ですけど、潜水艦のデッキ上に何の空間を作ったかというと、6回転、回転、要するに人間魚雷 6個ですね。そこを、その人間魚雷6個をデッキに置く空間が作れたということで、まあ6機の魚雷ですよね。人間魚雷のスペースができたと。こういうことなんですね。で実際どういう感じのものかっていうのを次のちょっと図で見ましょうか。はい、今あの画面に出てるこれがその図なんですけども、ちゃんとデッキにですね、今回は、ここでは、2つ出てますよね、この部分ですよね、2つですね。でこれこの部分ですね、この出っ張った部分ですね、潜水艦のこれが前回前々回かないたと思うんですけども、これが英語ではいわゆる司令塔ですね、カーニングタワーって言いますね。それが今さっき示したところですね、はい、この部分がカーニングタワーとこうなるわけですね。で普通デックガンっていうのはだいたいこの辺にあるんですよね、機銃が、それを取り除いてるわけですね。でこれちゃんと装備して装置固定して、こう鎖で、これ鎖が見えてますよね、鎖でちゃんと固定してますよね。これがここは2個ですけど、全部で2、4、6と、まあ、この前の方にもあるんでしょうね。はい、6機の回転を積んだと。こういうことなんですね。